私、長い間お疲れ様でした。よく頑張りました。よく頑張りました。ひろきも頑張りました。ベビーも頑張りました。じゃこの病室もバイバイです。もう帰ってこれないから。ありがとうございました。本当にたくさんお世話になった。うん、本当、うん、楽しかったね。また戻ってきます。じゃあ退院しましょう。帰りましょう、うん、はい。あ、今返事した。ありがとうございます。ありがとうございました。お世話になりました。どう？ビビさん、初めての外。お外だよ。雪だるまみたい。合ってるか、新生児タイプだけど。合ってる合ってる。ちょっと様子見様子見行こうかな。はい。ということで今無事退院しました。あとは家に帰るだけ。お疲れ様。いや、ちょっと起きてる。ちょっと起きてる。よし、頑張ったね。あれ、ただいま。ちょっと待ってね。こんなことある？誰もいない。お出迎えが。ただいま。やったあれ、お父さんは？お父さん今隣のトラクターのちょっとつけちゃって、それ一緒じゃなくて、これ隣のトラクターが落ちたの？落ちたっつうか、あの柔らかいとこがあって、そこの、あ、で今手伝いに行ったの？ちょっと一人でやってっから、ちょっとお父さん見に行ってくるのかなと思ったら行った。ただいま。おかえり。おめでとう。うん、ありがとう。うん、やで。いや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 。口パクパクしてさ。ひ孫だよ。あ、笑ってる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 。うん。ほらこれ。あらららら。いやいやいや。うん。かわいい。なんとしたわ。こんにちはって。うん、こんにちはだな。おめでとう。ありがとう。よかったよかった。チンを、チンだけにしようか。さあ、待って。ありがとう。無事見ました。無事生まれてこれました。よろしくお願いします。おむつ変えようね。うん。うん。じゃーん。じゃーん。あ、だって暗いわ、部屋が。見て、ビビ。あ、待って。ちょっと俺の不器用さが出てるけど。見て。ちょっとしたね。あ、もう大半落ちちゃったこれ。全部くっつけてたんだけど落ちちゃった。ありがとう。かちゃんお疲れ様でした。うん、ありがとう。よきもよし。かちゃんもよちよち。よし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 。ちょっと悪いでしょ。うん、嘘、昨日の時点では知らなかった。あ、本当？なんだね。さっき車の中でひろき私にオルゴールかけてって渡してきた時に、うん、画面動いた結果カメラロールが出てて、うん、それで声が、ブワー、俺のモンミスじゃねえか。ひろきっていつもそうだよ。なんだよ。でも嬉しかったじゃん。本当？よかった。でも嬉しかった。なんで出た？俺ね。初めてやったんだけど、かすみ今までごめんとありがとうって思った。なんで？大変。大変だったでしょ。うん。風船膨らませるの。配置。うんうん。
角度みたいなのむずっと思って。よかったね。道出たの。うん、出た出た。しっかり。頑張れ。気づいたことある？うん、気づいてないの？嘘でしょ？急ぎすぎて何も気づかない？どこに？マジ？本当に似てる？じゃあ目つぶって。絶対開けないでね。手出して。やだ、だってここ開けてっからもう絶対バレたと思ったわ今、もう時間だ、もうね、はい大丈夫です、もうニューちょっと花言葉があるね、ちゃんと花言葉があるの、そうね、ちゃんと俺花言葉で今回探したね、白入りの花言葉が純粋無垢威厳だって、うん、でエーデルワイスっていう花があって、そのエーデルワイスが私は何だっけ、大切な思い出みたいな感じだったかな、スイスの言い伝えらしいんですよ、ありがとう今回のことを踏まえてねちょっとこんなぐちゃぐちゃになっときだけどポイか、うん、それがポイかポイポイありがとう、夕花プレゼント、母ちゃん頑張ってくれてありがとう、うん、素敵、花言葉で選んでくれたの、うん、あーすいません、ありがとうございます、すいません、ひろきくんに渡すの、じいちゃん、ひろきくんに渡すの、ひろきくんだばい、うまいじゃあ俺からかすみちゃんに、はいだいお祝いね、私だよね私が見たんだからね、おいじいちゃん何年ぶり？ 2 年ぶり、3年ぶりか、4年ぶりだよ、お母さんが雨からこれあのかけといたんだ、これいられない、これ何のための白い綺麗なのか、それ私の写真撮るときなんとしたの、かわいいうまいお寿司ごちそうになられた、うわ何ヶ月ぶりのお寿司、ね、1月ぶりのお寿司、生物、ずっと我慢してたの、妊娠中だからずっと生もの我慢してたの、我慢してたの、うん、赤ちゃんの誕生を祝していただきます、いただきます、いただきます、お疲れ様、ありがとう、名前になってる時だ、これから発表するわ、あ、そうかこれは何ね、震える、震える、カリサキ、カリサキ、こんな大きい子がどういう風にお腹の中にいたんだ、本当であれさっきあの6種の頃のやつ見たけど、うん、こんなそんなだよ、6ミリちゃん、これもないな、うん、6ミリちゃん、うん、多分これから YouTube でどういう風に活動していくかっていうのは多分徐々に決まっていくと思うんだけど、うん、あの名前は出さない風にしたくて、ただあだ名みたいな、あだ名を、自然に多分私たちが呼んでいくので、それでみんなも呼んでもらえればなって思う ね、うん、で、顔出しなんだけど、顔出しはすっごく悩んだんだよね、した、うん、出す、出さない、うん、で、出さないにしても私たちの場合って福島県で活動してるってことを結構公表してて、うん、結構頻繁に皆さんに声かけていただけるんだよね、見てるよ、見てるよ、見てるよって、で、すごく私たちもそれが結構嬉しいから、うん、一緒についてまあ、十着いるよね、一緒にね、一緒にいるから、うん、で、多分写真も撮ってくださいっていうこと結構言ってもらえること多くて、うん、で、私たちもそれ撮るの好きだから、うん、ちょっと時期を決めての顔出しが一番、いろんなことを考えて他のインフルエンサーの方たちの意見とか、うん、
どうですか、私生活とかも含めてっていうのをいろいろ聞いたんだよね、うん、ちょっと私たちなりの答えとしては期限を決めての顔出しと年齢決めてね、何歳までみたいなね。ただその期限はちょっとみんなに公表するのをやめようかなと思ってて、私たちの中で今のところは何歳っては決めてるけど、そう言わずにちょっと柔軟に、うん、柔軟にその場で対応できたらなって。そう、で名前はもう出しません。だからあだ名はちょっと名前っぽいかもしれないけど実際名前と違くて、うん、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いしますって。ピピピってね。この子のじいじもひいじいじも、うん、ばあばも喜んでくれたし、名前伝えたらもう筆と筆で書くっていう。筆で書いてみて、いいの、いいの。言ってたね。そう言ってもらったらうちらも安心するよね。どうもでーす。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これお母さんからね。あらー、ごちそうさま。で、これうちから。ちょっとだけど、オレンジね。いやー、おいしそうだ。ちょっと待っててね。よいしょ。いいよ。いいよ、いいよ。ちょっと涼しくお邪魔します。生まれましたー。ずーっとマスク締めだって。記念に撮っとくね。マスクずーっと締めだったんだから。どこさか行っちゃったな。ちょっと落ち着いたな。子供もかわいいな。よかった、よかった。何で立てるよ。25に退院して、はい、うん、ちょっと落ち着いてから来た。石が似合いそう。もうインフルエンザでなんでやねん。親が大切だから何年もな。そうですね。無理しねえでな。ありがとうございます。よいしょ。ここそ引っ掛け。写真撮ってもらえ。写真撮るわ、じゃあ。いっぱい考えたね。誰にねだだかまたわかんねえ。わかんない。そうね。よいしょ。こんにちは。こんにちは。ありがとう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 。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。ママ、おめでとうございます。ありがとうございます。あらーかーい。ちょうど整ってんじゃん。すごい鼻高くない？もう顔立ち整ってんじゃん。鼻高いなって。いやー、ほんとかすみに頑張ったね。ありがとうございます。なんとかなんか陣痛きてんじゃねと思ってさ、来院した。そうそう、びっくりしました。なんかこれ人数来なかったら焼肉でも行こうかななんて考えてたらさ、なんかみんなその日にちょうど LINE 送ってて、うん、みーもお母さんもお母さんもね、お父さんも上司なの、うん、急に送ってきて、そしたら人数中だったみたいな。そうそう、ええ、嬉しいね。ちょっとちょっと拗ねてるの、ちょっと拗ねてるの。会いたかったんでしょ、やっぱり。だいぶぐずったって聞いたけど。あいとこ見ねえやな。おいで。あいとこ楽しみにしたんだ。誰よりも楽しみにしたじゃん。あいとおいで。あの時の泣きをしたから。恥ずかしいの。僕も行きたい。ほら。あ。やばい。優しい、優しい。邪魔だな。なんだその顔。ちょっとダサい先輩みたいで。本当やな。ねえ、さすが兄さんやな。知ってたの、授乳してくれるから。で、出る出る、まだ出る。今しはってきた。わーい。お前大きくなったな。あ、洗濯機？やめて。かわいいね。やめてくれないかな。
のまま、これのまま、どっちがいい、こっち、こっちがいいか、ミルク飲んだのが10時か。よいしょ。